ポケカのルール、デッキに同盟のカードは4枚までしか入れられないよ。ただし、同じポケモンでも同盟カードじゃなければ大丈夫。リザードンならこれだけリザードン尽くしにできるね。へぇ、じゃあピカチュウなんてもっとヤバそうだな。やばいよ、ポリツーが破壊衝動に駆られてる。許してください。例外はあれど、4枚という制限があるせいで力がセーブされてるカードは多く存在する。だが仕方ない。これがポケモンカードのルールなのだから。だがしかし、神は、自分がルールだった。この動画は、そんなルールを超越したポケモン、アルセウスの軍団で戦う動画である。なになに、このカードは、デッキに何枚でも入れられる？それって、デッキ全部アルセウスにできるってこと？そうだね。でもデッキ全部アルセウスにしたら攻撃できなくて相当弱いと思うよ。増えるだけ増えて自己満足する神。自己満足するんならこういうカードになればよかったのに。嘘ガキアルセウスやめろ。でも、この多重影分身アルセウスデッキ、結構面白いんだよ。マリサ、神に抗ってみない？仮にも巫女なんだから神は丁重に扱えよ。ほらほら、デッキを握ってよマリサ。支給されたデッキがあるから、それで戦ってよ。仕方ないな。すみません、おもちゃデッキ支給するのやめませんか？言うて今までの動画ほとんどおもちゃだっただろ。それではバトル、スタート。私はアルセウスだよ。私はヒマナッツだ。そしてベンチはヒマナッツ、ヒマナッツ、まさか真ん中も、見てみろよ。そこはヒマナッツであってくれよ頼む。私のターン、ドロー。アルセウス側の戦法も気になるんだが、それ以上にヒマナッツデッキの戦法の方に興味が湧いてくる。あれ？もしかして、今オーディエンス全員ヒマナッツの味方になってる？ダブルターボエネルギーを手張りして、番終わるぜ。私のターン、神戸を垂れろ一般ポケモンども。なんか知らんけど強そうなカード3枚使われた。始まりの扉。デッキからアルセウスを一体手札に加えるぞ。このデッキはいろんなアルセウスを並べるのが非常に重要。そのためにもどんどん加速するのじゃ。博士の研究。どうやらエネルギーが違うアルセウスをいっぱい並べてるみたいだが、どうしてそんなに増えたがるんだ？こっちはヒマナッツ4体でやっとアルセウス1体分の種族値だぞ。この戦いのコンセプトがわかったわ。種族値最高クラスと最低クラスの戦いだ。うねりの扇使って番終わります。あんだけカード引いたのにこれで終わりかよ。紙をいっぱい出して扇使ってんの、権力に取り憑かれてる感じある。てか、うねりの扇でダブルターボ戻されたの相当きついんだけど、マジでやることない。ボスの指令で後ろのアルセウス呼ぶ以外することない。紙が人間ごときの命令に従うとでも？ワンワン、フラダリ様の言うこと聞くワン。こんな神様見とうなかった。そのアルセウスの逃げ稲は2だ。ちょっとやそっとじゃ逃がせねえ。いいカード来るまでも聞こたえてくれよ。ヒマナッツ、まあ最悪一匹供物になってもええか。お供え物ムーブやめろ。草アルセウス出して、アルティメットゾーン発動します。めっちゃ白飛びしてるので編集でなんとかします。このチャンネル、ポケカ動画を5年近く投稿しているんですけど、なんで撮影環境はこんなお粗末なんでしょうか。まあ最初に比べたらマシだぞ。最初は床でやってたしカメラを固定する三脚もなかったからな。本当にこの人YouTuber？ ターボパッチ発動、コインが表ならエネルギーつけられるよ。なんもかんもこのオーロンゲコインが悪い。神に対してそのセリフ、天罰が下されるべきじゃないでしょうか。仕方ない、この状態で仕掛けるよ。アルティメットゾーンの効果発動、ベンチのアルセウスのエネルギーを好きなだけバトル場のアルセウスに移動できる。これで水アルセウスは逃げることが可能。出すのは無色アルセウス、働け。そしてアルセウスの技、波紋のうねり。この技は自分の場がそれぞれ違うタイプのアルセウスでいっぱいになってる時しか使えないんだけど、エネなしで打てて、なおかつ全てのアルセウスにエネルギーを1枚ずつつけられるよ。こっちがエネなくて困ってんのに権力で貧富の差を見せつけられてるけん。しかもまだ動けないから手札にあった賑やかし要因出して暇つぶすしかない。絶対出さない方がいいだろ。つうかこの人たちはどういう集まりなの？前の無色をエネ切って逃がして、炎アルセウス、降臨。色がないだけで仕事はしてただろ。フレンの炎で攻撃。弱点計算160ダメージで気絶。そしてこの攻撃の際、コインを1回投げて裏なら。自分についてるエネルギーを2枚トラッシュするぜ。え、3エネ80でデメリットあり？めちゃめちゃ弱くね。それでも、ヒマナッツよりは絶対強いもん。ヘラクロス、お前はどう思う？そこまでガチな感想、誰も求めてないんだわ。で、またヒマナッツ陣営は何もできずにターンを譲ると。放送事故一歩手前なんだよな。アルティメットゾーンで稲を移して、グレンの炎。オーロンゲふざけんな。結果に怒り狂って跳ね上がるがいいさ。神と神の場外乱闘やめろ。ようやく来てくれたか、いい神。ビードルに一撃の巻物つけて、マリー発動、これでいいカード引いてみせる。そのデッキに関しては何がいいカードなのか皆目見当もつかないんだよな。最低限引きたいのは、ひまわりとエネルギー。
フ、しっかり来たぜ。レベルボール発動、デッキから HP90 以下のポケモンを持ってくる。私が持ってくるのは当然、キマワリだ。ボヘチャンネルあるある、なぜか定期的にキマワリが出てくる。キマワリにダブルターボつけて、準備完了。一応こいつも出しとくぜ。おめぇ、最上。なんでいるんだよ、今日は解説席でおとなしくしてる流れだったじゃん。霊夢よ、よく考えてほしい。俺は現行レギュレーションではカード化されてないからバトルすることができない。出番がなくなってる俺、かわいそう。不満、高まってくる。そりゃ我慢できなくなって出てきても許されるよね。こんなことならベンチ埋めてもらえばよかった。お邪魔トークン使うな。ふ、そして霊夢、お前は次のターン、誰かを確実に一体失う。え、エネもないよくわかんない集団が、次のターン攻撃できるとでも、前にいる太陽神、キマワリの技を教えてやる。こいつの技、サンパワーは次の自分の番、草か炎ポケモンが使う技のエネルギーがなくなるって効果なんだ。うちの最強戦力の技、どの神に打ち込んでやろうか。そっちのポケモンは過去の異物。君もだろ。そんな奴らが俺の190打点を受けられるとは到底思えん。190打点の方の技は私の技なんだけどね。ちなみに出すのはビードルです。そんな突き刺す10ダメージとかいうふざけたダメージのポケモンで神が倒せるわけないじゃない。ここで一撃の巻物、我流の巻が役に立つんだぜ。このカードは一撃のポケモンについてると技マシンみたいな扱いになって300ダメージを叩き出せるようになるんだ。ビードルが出していいダメージ量じゃないだろ。ちなみにこの我流の巻の牙の部分は牙なで、竜のところは俺を意味してるよ。さらばだ。なんだあれ、牙なの気配を察知して現れる妖怪だよ。スタジアムをターフスタジアムに張り替え、これでキマワリを前ターンサーチできる。そしてレスキューキャリー発動、トラッシュからHP90 以下のポケモンを2枚まで手札に加える。暇ナッツ、カモン。なんで1体しか出さないの。なぜか知らないけどベンチが圧迫されてるから。何してんだよジェマトー君。お前だよ。でも出したマリサが悪くない。ははは、そりゃそうだ。何はロテンネン。くたばれ、炎アルセウス、ゴーリキゾン。ふ、暇ナッツデッキ、ここから快進撃を見せるぜ。ところでさ、このデッキのエネルギー配分ってどうなってるの。え、全部技をキマワリに依存してるから、ダブル無色エネルギーとダブルターボエネルギーばっか入ってるんだぜ。基本エネルギーは投影1枚しか入ってないんだぜ。もしかしてそのデッキ、弱い？ヒマナッツたちは悪くないんだ。このデッキは、相手の V や GX をワンパンしてサイド差を有利にするデッキ。イエス相手じゃ時間かかっちゃうんだよー。普通のエネルギーも入れればよかったのでは？運営に問い合わせたところ、バランス調整らしい。なんでこんな動画なのに一丁前にバランス調整してるんだ。白ナの初発動、このデッキはアルセウスデッキだから当然ダイパキャラのサポートしか入れてないよ。無駄すぎるこだわりやめ。アルセウスの技、天の槍で攻撃。この技はついてるエネルギーを全部ロストゾーンに置くことで、相手ポケモン一匹に80ダメージを与えるよ。当然暇ナッツで。考えなしに賑やかし要因を並べた結果、キマワリを用意できなくて苦しんでるマリサノズ。私がこっから勝利する未来はあるのか。薄そう。神に祈るしかないってのか。目の前にいる敵が神やで。相手の残りサイドは2枚、絶体絶命の暇ナッツ陣営、苦し紛れのセイボリーを打つことで、アルセウスの数を減らすことに成功。現環境でも強い謎の男、セイボリー。そしてここに来てアルセウス陣営にまさかの事態が、エネルギーが、ないのである。くっそ、波紋のうねり挟まなきゃ。エネルギーをつけた霊夢だったが、頼みの綱のアルティメットゾーンが破壊されてしまう。この隙に暇ナッツ陣営、追いつけるか。ヒマナッツの技、サンパワーだ。次は誰で攻撃しようかな。いつの間にか盤面が巻物だらけに。マッシブーンはつけないの？俺は一撃のポケモンじゃないからつける権利がないんだ。かわいそう。私のターン、頼んだぞ、島星。島星の効果は、コインを2回投げて、表の数だけトラッシュのカードを山札の一番上に戻すことができる。一回だけでいいんだ。表、出てくれ。いいだろう、神の御加護やろう。やったー、エネルギーリサイクル戻して、入れ替え、ベンチからエネルギーを移して、グレンの炎で攻撃できないぞ。アルティメットゾーン張られてないから、できないぞ。なんで私エネルギーリサイクル戻したんだ。ひほう、神、一番の敵は身内にいた。くそ、鋼アルセウス生贄にします。バカで助かったぜ、霊夢。エレガントソウルで攻撃。そして、私たちがマッシブーンを出したのには理由がある。お前の最高打点は弱点込みの160だが、メローチ&マッシブーンの体力は260。一撃で突破されない？私の超耐久に震えなさい。多分ほとんど俺の体力だぞ。やばい。うちのパーティーはほとんど炎アルセウスと無色アルセウスで成り立ってるから、この2体が落とされるイコールほぼ負けだ。しかもこういう時に限って裏だし、私のターン、マッシブーン下げて気回り出すぜ。ついでになんかつけとこ。なお全く意味はない模様。サンパワー発動。あとは波動を歩くだけだぜ。くそ、さっき島星でアルティメットゾーンを持ってこなかったのは私のミス。だから素引きするしかない。愚かな私に力を貸してくれ、神。とここで霊夢選手、アルセウスを入れ替え、アルセウスを出していきます。波紋のうねりでビードルを粉砕。
そっか、この後アルティメットゾーン引かれたら、ベンチのポカブが狙撃されて負けるのか。なんでポカブ出した？ポカブが言ってたんだ。僕を出してほしいポカ、お願いポカ。ってね。すまんポカブの声やばすぎない？どっちみちアルティメットゾーン出されたら負けだからヒマナッツでも出しといて、今回はカイロスを出すぜ。ヘラクロスじゃないんかい。ヘラクロスは技がランダム要素あってクソだからな。地球投げで攻撃。チャンスは残り少ない。このドローで、このドローで来てくれ。ドロー。アルティメットゾーン、発動。お前まさかカード書き換えた？そんな遊戯王じゃあるまいし、エネルギーを全部アルセウスに集約させて、来ただれ、天の槍。ヒマナッツデッキ、いい勝負だったぜ。神がヒマナッツといい勝負はちょっとダメでしょ。というわけでみんなもルールを超越した神、アルセウスを使ってみてね。こっちじゃなくて現行レグレーションの方を使えよ。現行レグレーションのアルセウスは4枚ずつまでだからね。気をつけようね。ルールって難しいな。名前がちょっと違うだけで進化できなくなっちまう。ポリゴンからポリゴン2には進化できるけど、かっこいいポリゴンからポリゴン2には進化できないもんね。なんで僕を引き合いに出したし。かっこいいポリゴンはポリ2に進化できないのか。それってポリゴン2はかっこよくないってこと？ごめん。